皆さんこんにちは、岡田克也です。今日はタンザニアで行われた TICAD4 のフォローアップ閣僚会議の話をしたいと思います。TICAD4 というのは横浜で開催されたわけですけれども、そもそも TICAD というのは1993年以来日本が定期的に開催をしているアフリカを支援するためのアフリカ首脳と日本国総理大臣の協議の場です。横浜で福田総理、そしてアフリカの各国の元首首脳が日本に来ていただいて開かれたのが TICAD4、 それを毎年閣僚レベルでフォローアップしていこうということで、2回目のフォローアップ会議がタンザニアで行われました。私は少し時間を割いてですね、これに出席をしたわけです。TICAD4 そのものも非常に有益でした。私は慣れない英語で、挨拶をする羽目になってしまいましたけれども、日本の姿勢、つまり政権が変わってもこのアフリカに対する支援の姿勢というのは強くなることはあっても弱くなることはないということをはっきりと申し上げました。そして、日本は約束したことは必ず守る、他のアフリカを支援する国もいろいろあるけれども、日本はまず人がしっかりと入って、そしてお金だけではなくて、実際にいろんな技術等も含めてですね、今までもやってきたし、これからもやっていくということを明確にお約束をいたしました。各国の大臣からは30数名の外務大臣や開発大臣に来ていただいたわけですけれども、日本に対して評価する声が非常に多かったというふうに思います。もちろんそれに甘えることなく、本当に効率的にアフリカの人々の役に立っている、そういう支援ができているかどうか常に自戒をし、そしてチェックをしながら、しっかりと支援をこれからもやっていきたいと思います。合わせてこの機会に8人の外務大臣と個別30分ほどずつですけれども会談を行いまして、それぞれの2国間の関係について意見交換をさせていただきました。私がその間強調したことは、2国間の援助の具体的な議論もあるんですけれども、それに加えて一つは国連安保理改革、日本はしっかりとですね、手を挙げる、そのための支援をお願いをいたしました。そしてもう一つは気候変動について、最も困っているアフリカや、あるいは小島諸国、そういったところに光を当てた、そういう気候変動対策でなければいけないと、COP15 のその先、しっかりと統一した一つの枠組みの中で、それぞれ義務を果たしていくような、そして必ず気候変動の問題を乗り越えられるような、そういう国際的なコンセンサスを作っていかなければいけないということを強調し、そしてそれぞれいい健康感ができたというふうに思っています。いずれにしてもアフリカ、世界の中で、最も貧困層、1日1ドル以下で生活している人が多いところ、そして、他方で、少しずつ今経済成長の芽が出てきて、インフラ整備することでその成長がある意味じゃ離陸できる、成長軌道に乗れるかもしれないと、そういう国が結構あるわけですので、そういった開発と、そして、MDDs、 つまり保険とか、あるいは特に母子保険ですね、あるいは教育とかですね、そういった人間としての最低限のところをしっかりとですね、手当てしていく、そういうことについて、これからも日本はしっかりと責任を果たしていかなければいけない、改めてそう感じたところです。今日は以上です。